お疲れ様です。昨日の動画見てて思ったんですけど、なんかこの、撮影スペースね、ここのところで撮影してるときに、なんかここの下を映さないようにみたいになんか気を使ってて、これを映しちゃいけないんだ。だからなんか、見えないようにすぐに次の、ほら、プレイマット押し組んだみたいな、で慌ててる姿が見えてんだけど、別にこれ見えてもいいんだ？いや、デュエルしてる時にね、ここの下の遊戯王とかが見えたらちょっとみっともないかなと思ったんで、まあ、撮影する時にはここにプレイマット敷きなよ、とは言った覚えはあるんだけど、見えちゃいけないものがあるんだ、みたいな、そういうわけではないんで、なんかほら、絶対見えないようにちょっと上をかぶせて、それでこう抜くんだみたいなのを見てると、あれなんかみんな勘違いしてねえかなと思って、不思議に思ったのでちょっと言っとこうかなと思いました。別にこの下隠してないです。単純に普通に普段はこのガラスケースというかこういうものなんで、はい、みんなが撮影しているデュエルの下はこの遊戯王のゴールドシリーズのカードが置いてあります。はい。別に、はい、いいですよ。ただまあ、この上でデュエルするとさ、ちょっと見えづらくない？と思って、プレイマット敷けば、とは言ってるだけなんだな。はい。なんか妙に変な風に伝わっちゃったなと思ったんで、一応言っとこうと思いました。はい。じゃあ、また明日以降も頑張ります。失礼します。